皆様こんにちは。ご機嫌いかがですか？マサです。今回69回目の動画は私のところの風景をご紹介いたします。まず最初に、おそらく日本一信号機の設置されている数の多さを誇る交差点をご紹介いたします。ぜひご覧ください。さあ、いくつあると思いますか？答えは20箇所でした。なぜこんなに多いかは未だに謎です。結構驚きです。そして次にご紹介するのは、こんなに信号が多いのに逆に全く何もない河原町ロータリーは、6か所の道が交差しているにもかかわらず全く信号がない不思議です。後でご覧ください。そしてその後、風景写真やら動画を上げています。わずかな時間ですので最後までぜひご覧ください。それではよろしくお願いいたします。